はどっちになるのか決めるのは皆さんです。今日のチャンピオン決める準備できてるやつ返せよ。はーい、参りましょう。先攻エスカイネ高校 TK の黒内中6日本です。レディーファイ。映し鏡に見えた奥の底、尾の底まで見えた音の中、本当のこと打ち上げてく内側ブサスコンコルト。想像じゃないボット DJ の針の意味でありテクニックス、自分のループは頭に回転ベストアクス変わるクロスフェイド、自分のループ針でつける、16カットで音生まれる、バービーが泣いてる音の中、それ感動に変えなきゃ意味ねえよな。俺の想像その中で生み出す技、小手先じゃねえ、自分で一発頭の中を回転、決勝生み出す my way。 感動を生み出さなきゃ意味がねえ、お前の言葉に感動は何も感じねえ、これが戦国系も系ゆえにだったらお前はヤバいって言うけどさ、これは戦慄全身全力よ、俺はここを守ってきたわけじゃないけど、そこからレペゼン見戦闘よ、プレに回転、yeah、東洋のヤバい奇跡見てるぜ、止まったまま切れてるし、yeah、武士ばかり並べるやつとの違い見せてやるぜ、ただ単に旅行で東京来てライブしてるやつとの違い付き合い見せてくぜ、血肉込めたライミング、yeah、それがお前にわかるか、yeah、確かに言葉そのだものもローはうまいかもしれないけど、それ以外のこだわりがあるのがヒップホップオーダーなり、yeah、俺は旅行で来てんじゃねえ、高く飛ぶためにこの場所へたどり着いて my way、 ステージの上ってそういうもんじゃねえ、マイク扱う小パッチでドンパッチ、ローカルから生むから大阪鉄板開始する、オーバー狂わせ頭の中みんな狂わせる瞬間を感じた、俺のスペース広がる言葉の罠、あいつはトラップ俺ブンバップ、放つバーズはドッキュー言葉を出す、ロックオン狙い定めた奥底にあんたがいた、だから俺もあんたに伝えるよ、うちの内側も苦労しねえ、yeah、 確かに熱さ感じるぜ、お前の言葉にはソウルがちゃんと滲み出てる、それはわかる、去年の KOK じゃなくて今年の KOK、 見た時にお前とやっぱやりたいと思ったぜ OK、 これは挑戦じゃなくて俺が食い止める、お前が高く飛びたいなら現状天井になって炎上させることもなくやってやるぜ、よ面倒なことなんてないから行く、こって面倒みたいな必殺技じゃなくて、これは言葉によち肉が宿る、生きてきたリズム、それが理屈じゃないところで響く、俺は埼玉春日部中東ここからレプゼンして、浦和が最初は都市だったよ、よあそこから地道に続けて、ドルマなんて払いたくねえからマイクで一歩名前あげようと思った、俺は持ってたぜ音楽での実力、いや自分を信じること、それがヒップホップ、いやスニョン。さあ決めてください、聞きましょう、先行エスカイネ高校 TK の黒内、新戦列 MC バトルチャンピオン TK の黒内、おめでとうございます。まずはじゃあエスカイネコメントいただきましょうか。また準優勝かよまあこの年で準優勝って俺は自分の中では当たり前を基準にしてるんですよ、そこをステップアップステージ2優勝につなげるために明日の凱旋も望みに行きます。あと作品も置いてるんで、もうヤバい作品を連続で落としまくってるんで、よかったらチェックしてください。7月終盤にイスギ君のビートで俺は作品を出すんでチェックしてください、ありがとうございます。そうエスカイネマジでリリース量半端ないから、リリースペース半端ないからチェックしないと置いてかれるんで、あとでいっぱいチェックしなきゃいけなくなるんで、先に追っといた方が得です、チェックしてください。さあそして DK チャンピオンでございます、ありがとうございます。おめでとうございます。先生いますか、戦慄の王様 TK のクロージュ再びでございます。まずはウィニングラップいただきましょうか、マービービート OK、 ごめんね、ごめんね、いきましょう、ひ
日夜はマビ頭にカビ入ることはねえ経験を吸い込むカビのような感じだぜこれはバックマン俺らはワックじゃないからちゃんと聞いとけバックパックの中 CD を詰め込んで今日もイージーに街中を歩いてくイージーに岡田みたいな感じのベロの回転に入ってぼやらきわった奴らは何人いるのそいつら言ってられてないねん Hey Yo 今じゃメッセージそれは古くなったヒップホップの固定概念だけど俺はルーツにちゃんと自分の信念置いてるからマイク握る時ならば真剣真剣白羽取りのように集中力を高めながら無重力状態を楽しんでる何か伝えたいもんやりたいもんよこんなクソみたいな世の中で希望を持つことは嘘じゃねえから大丈夫だぜそこに自信持ちながら自分の人生のドアを聞き次のステージまた次のステージめくるめくるこのループの中で楽しむぜワンループの奇跡日常はそうだな地味のように回ってくが日々の中に意味があるからよ絶対そこを信じていこうぜよヒップホップと共に楽しむオールデイ Hey ありがとうございます今日千里選手バトル当時からの生き残り気になるピーカップに出てある維持方向リングの以上ですマビーありがとうマビーありがとうさあ堅苦しいラップになったなありがとうございますあ、上がってください金平川ボイス様おめでとうございますはい、ありがとうございますあの時と一緒で症状等はありませんですただ賞金は増えましたお当時は1万5000円とか2万円当時は当時は2万円です2万円でしたっけ俺1万円とかも体感したことあるかもしれないです2万円ですが、はい、今回は5万円ですうぅ酒飲める人ちょっとシャンパン開けるんで一緒に乾杯しましょう、ありがとうございますこちらあざすあざすそれ約束だったから俺優勝してそれやるって約束してたからいやあらいこちら TK 田久保君こちら賞金5万円おめでとうございますありがとうございますちょっと久しぶりのバトルではいなんかせ俺バトルって18歳から25歳ぐらいまでの文化だと思ってて自分もその年の時にすげえ恩恵をいただいてたんですけどなんかもうずうずしく出させていただいてこうして完成いただいたのは嬉しい限りですまたちょっと来月とかバトル出るかもしれないんで引き続きよろしくお願いしますありがとうございますそしてあの CD ちょっと持ってきてるんであのそこら辺で売ってるんでよかったらチェックしててくださいそこが今日出た MC 全 MC 音源持ってきてる MC 全員そうだと思うんですけど俺らやっぱフリースタイルってのは記録より記憶に残るものなんですけど音源ってのはもし俺が明日交通事故で事故って死んだ時俺は何が俺の存在証明なのかなって思った時その1枚の版だったり1作だったりするんでそういう気持ちでみんな作ってると思うんで俺だけじゃなくて今日出てたラッパーたちの音源を変えて再生することによってみんなの心の中でそのラッパーたちの存在が生きていくと思うんでがっつり物販買ってって楽しんでくださいありがとうございました、yeah!